はい、どうもこんにちは、マキです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらですね、玉ねぎですね。今日はね、11月の10日になりますけれども、ここにですね、玉ねぎをですね、植え付けていきたいなと思います。もうね、11月中旬頃までにですね、玉ねぎですね、植え付けることによって、来年ですね、美味しい玉ねぎですね、収穫できる可能性ぐぐっとね、上がりますので、よければ参考にしてみてください。で、そして今日はですね、黒マルチをね、引いて、苗をですね、植え付けて、それでね、はい、育てていくっていうね、スタイルでやっていきたいと思います。まあ、いくつかですね、玉ねぎね、育て方で載せているんですけれども、今日はね、ちょっと一連の流れですね、ちょっとまたね、はい、黒マルチね、引くところからですね、ご紹介していきたいと思います。はい、それでは早速、行きましょう。マッキーチャンネル。ではですね、早速やっていきたいと思います。これね、もうね、土は耕していますので、こちらね、耕した土を使って、まずはこちら端っこですね、この端っこにちょっとね、固定をしていきたいなと思います。はい、黒マルチをまずは広げていきたいと思います。まずは3箇所にですね、よいしょ、固定して、そしてこれですね、棒ですね、棒をここに入れていきまして、そして浮かさないようにコロ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 とね、伸ばしていきます。そうすることで静電気の力で黒マルチですね、飛びにくかったりしますので、ちょっとね、長い距離になりますけれども、こちらですね、やっていきたいなと思います。たるみがね、できないようにですね、気持ち引っ張りながらですね、張っていきます。そして端っこの部分をまたね、よいしょ、マルチ押さえピンで固定をしていきます。よし。そして端っこはカッターを使って綺麗にですね、カットしていきます。はい、できました。そしてさらにね、またね、ピンですね、ピンを使ってちょっとね、真ん中も固定していきたいと思います。はい、これで OK です。そしたらちょっとね、真ん中ですね、真ん中の部分を今度はこのようにマルチね、引いてありますので、真ん中をですね、土とかね、ピンを使って固定をしていきたいなと思います。ピンの方があれかな、楽かな、少し引っ張りながら、はい、ちょっと引っ張りながら、よいしょ、固定をしていきます。です。うん、簡単ではね、ありますけれども、このようにですね、マルチですね、覆うことができました。そして横のサイドの部分ですね、ちょっとね、土で埋めてしまうことによって、保温性ですね、苗を植えた時、玉ねぎが暖かくなって、大きくですね、成長していきますので、こちらにですね、同じように土をね、かぶせて、はい、やっていきたいなと思います。地道なね、作業にはなりますけれども、こういったね、手間ですね、が大切にね、なっていきます。結構やっぱり地温ですね、埋めるのと埋めないとでは、地温のね、土の温度のね、上がり方が違ったりしますので、はい、ちょっとね、やっていくとね、いいかなと思います。はい、いい感じですね、右側ね、埋まりました。で、あともね、ちょっと全部ね、やっていきます。はい、ではですね、今ね、これマルチですね、引くことがね、できました。いい感じですね。はい、そしてこちらね、ネオアースという苗ですね、以前購入してきたものなんですけれども、畑にですね、置いといてね、このように埋めていました。そしたらね、枯れることなくですね、元気よくね、はい、なっていますので、早速こちらですね、を植え付けていきたいなと思います。植え付けもですね、簡単ですね。結構ね、ここに今マルチ、太陽当たってあったかくね、なってきていますね。等間隔にちょっと苗をね、置いといて、そしてこのように、穴をね、掘ります。なるべく穴をね、掘っておくことによって、はい、しっかりね、育っていきます。そしてこの今ね、3本目の葉っぱがね、出てるとね、思うんですけれども、はい、こちらですね、これを
分かれ目のところより1センチ下の場所ですね、この辺までですねちょっとね植えていきたいなと思います。よいしょ、はい、このように入れまして端っこの土を持ってきてパラパラパラとね埋めていきます。こんな感じですね。これでね、はい、育ってねいけますので、どんどんね植え付けていきたいなと思います。ポイントはこの根っこがですね生き生きと下を向いて成長できるようにですね、なるべく穴ですね深めに開けておいて、そして植えてちょっと引っ張って植えていく。そうするとふわふわなね状態になっていきますので、玉ねぎはですね育ちやすくねなります。根っこが左右前後にですねしっかりね成長しやすくねなりますので、そんなイメージで、はい、やってねいくとねいいかなと思います。そして最後ギュッとねちょっとね押さえておくことによって、はい、しっかりね綺麗に、はい、玉ねぎですね苗植え付けられますので、こんなイメージですね。端っこのね土も使いますので、ちょっと端っこの土ですねちょっと柔らかくして、やりました。そして柔らかくした土をこのように乗せてギュッとね押さえていきます。もう一度ギュッとね穴を開けまして、この根っこがですねしっかりね収まるようにします。そしてちょっと浮かしまして、その浮かした状態で土をですね持ってきまして、ギュッとね植え付けていきます。そうすると本当根っこがね生き生きとですね成長していきますので、はい、下のね土が硬いとですね特に植え付けた直後はですね活着までねちょっとね弱かったりしますので、しっかりねやっていくとね成長していくかなと思います。よいしょ、熱い、よし、こんな感じですね。じゃあどんどんね植え付けていきたいと思います。はい、このようにですね綺麗にですね玉ねぎですね植え付けることができましたね。こんな感じすごいですよね。これがねあの玉ねぎですね、すくすくとですね大きくなって、すくと大きくなってね成長していくんだなっていうのがね、はい、すごいですよね、楽しみです。ちょっとまだね奥がですねまだ全部は植え切っていなかったので、ちょっと苗がねなくなってしまったのでですね、ちょっと今ね、苗床でね作っている玉ねぎありますので、それをね植えてやっていきたいなと思います。こちら手前がネオアースというね、玉ねぎになりまして、奥がですね、赤菓子というですね玉ねぎになりまして、どちらもですね中盤性のタイプの玉ねぎになりますので、5月頃ですね収穫できるかなと思います。はい、いかがだったでしょうかね。こんな感じでですね、はい、植え付けねできましたね。またねちょっとね、どんどんですね大きくして育てていきたいと思います。はい、じゃあ最後までねご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。